皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。サウンドスキャンジャパンによる2023年年間。集計期間、2023年1月2日から2023年12月31日。音楽ビデオ、DVD、ブルーレイなど、セールスチャートでスノーマン、スノーマンライブツアー2022ラボ。 が77万1018枚を売り上げて1位に輝いた。本作には、全国アリーナツアー、スノーマンライブツアー2 0 2 2ラボから横浜アリーナ公演が収録されている、2023年7月、集計期間、2023年7月3日から7月30日。 の同チャートで72万5516枚を売り上げて1位に登場しその午後も8月から11月にかけて週間で13000枚の売り上げをキープしていた中でもシングルダンガーホリックリリースタイミングで数字が大きく変動しているそして12月31日にリリースされたスノーマンファーストドームツアー2023アイドミー が73万3758枚を売り上げて2位に。なお、2022年、集計期間、2022年1月3日から2023年1月1日。の同チャートでは、スノーマンライブツアー2021マニアが58万3370枚を売り上げて1位となっており、 2年連続でスノーマンが首位獲得の快挙となった。キングプリンスは3位に、キングプリンスファーストドームツアー2022、ミスター。71万4767枚。4位に、キングプリンスアリーナツアー2022、メイドイン。62万5316枚。を送り込んだ。 両作品とも2023年初旬に発売されたが、現体制となった5月後半で一気に売り上げが増加している。2023年のトップ10は国内のアーティストが占める結果となった。なお、2月に発表される予定のサウンドスキャンジャパン、2023年年間の売り上げ動向。では、音楽ビデオの総売り上げ金額や売り上げ枚数。 アーティスト別の売上金額も公開される予定だ2023年年間音楽ビデオチャート1位スノーマンライブツアー2022ラボスノーマン77万1018枚2位スノーマンファーストドームツアー2023アイドミスノーマン733758枚3位 キングプリンスファーストドームツアー2022ミスターキングプリンス71万4767枚4位キングプリンスアリーナツアー2022メイドインキングプリンス62万5316枚5位なにわ男子デビューツアー2022ファーストラブなにわ男子 35万751枚6位完成の法則インドームストーンズ、三十二万3 2三9332枚7位へ聖ジャンプフィフティンスアニバーサリーライブツアー2022-2023へ聖ジャンプ15万、hey. 5200枚8位患ジャニ無限大ドームライブ18歳患者ジャニト 147,236枚。9位。キスマイフィートに会えるでしょう2022インドーム。キスマイフット2 14。143。971枚。10位。セクシーゾーンドームツアー2022ザハイライト。セクシーゾーン。143,355枚。計測期間。2023年1月2日。 2023年12月31日、どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。